野党側が年末までの会期延長を求めたんですが、与党側は応じず今日閉幕します。中継です。政治部山本さん、この新型コロナ対策など課題は山積していると思うんですけれども、今後与野党これどう対応していくんでしょうか。はい、新型コロナによりいまだ国民生活に深刻な影響が出ている中で国会が閉会するわけですから、やはり国会議員と国民との間での意識のずれは否定できません。閉会中でも、求められれば政府としてちゃんと説明責任を果たします。与野党はとりあえず来月末までの間、週1回のペースでコロナ関係の閉会中審査を開催することで合意しましたが、いわば開店休業の状況に変わりはありません。予測不可能な状況に国会が臨機応変に対応できるのかは疑問も残ります。また第2波に備える意味でも、政府がこれまでの対応を検証し、国会が論戦を通じて正していく必要性が指摘される中、この機運が生まれてこなかったことは残念です。自民党内では来年9月に任期を迎える安倍政権の行方にも関心が高まっています。コロナの収束を見据えながら政局が動いてくるだけに、国会閉会を機に駆け引きが活発化していくことになりそうです。